はい、はい、どうも、ちょぶりです。てことで、今日はですね、最新エピックガチャ徹底解説やっ でいきたいと思いますてなわけで本日も月曜ガチャ来たわけなんですけれどもまさかのあの選手来ましたねはいこちらエピックイングリッシュリーグミッドフィルダーズということでこちらの3名が登場しましたベイルブライアンロブソンフレッチャーということでまさかのベイル登場ですよベイルがエピックで新登場フレッチャーも一応新登場ということでいやこれはねベイル個人的に僕は世代なんでめちゃくちゃこう刺さるというかこの登場はねかなり嬉しいんですけれども ベイルなんとエッジクロスがついて登場ということでこれも結構熱いですねトッテナム時代のベイルが登場ということで他2人はねユナイテッドからロブソンフレッチャーが登場しております、まあ、というわけで今回はこの3名のレバノードクシー解説していこうと思うんですけれども今回も130回引いてきましたよメンツこんな感じということで、まあ、他にもハイライトはねトナーリーとかレオンベイリーとかねイブ・ビスバとかあとはカズミロとかもいるんですけれどもま能力見た感じまあやっぱり今の環境でめちゃくちゃ強 ハハイライイイララトトははいなななかかかかったかなったて感じがありますかね、まあ、最近のハイライトは若干渋めかなそして、今回のこのガチャの総評なんですけれども、個人的にはね、ベイル欲しいけど、まあ、する安定なのかなと思いますね。ベイルはね、まあ、めちゃめちゃ強いと思いますし、能力見ても間違いなくね、ガチスカット気の強さかなと思うんですけれども、正直、ベイル1点狙いのガチャにこうなってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、これでブライアン・ロブソンとダーレン・フレッチャーがね、もう少しこう強くて、まあ、 3人ともガチスカット級だったらね結構お勧めしたかったんですけれども、まあこれからスカットにこう残ってきそうなのはベイルぐらいかなって印象がありますね。まあ、今回もね、能力値設定解説していきたいと思いますので、良、まあ、かったら引くか引かないか参考にしてみてください。今回も評価の方はこんな感じでやっていきたいと思います。てことで早速ですね、エピックイングリッシュリーグミッドフィルダーズ徹底解説ということでやっていきましょう。 はい。ということで、まず一人目はこちら、ダレン・フレッチャーから見ていきましょう。正直ね、この選手は今回の3名の中でも、まあ一番ガチスカットに入ってこなそうな選手かなと思っております。身長183センチのキャッシュは右匹き、34レーンまで上がりますということで、プレイスタイルはハードプレスですね。CMF と DMF にポジション適性があります。一応他のポジションでもね、薄い適性結構ついてるんですけれども、まあ使うのにやっぱり2ボーナッチの片方で DMF とかね、まあ CMF 強が安定なのかなと思います。 そして今回ブースターがハードワークプラス2ということでアグレッシブレス、瞬発力、フィジカルコンタクト、スタミナのパラメータが上昇します。まあこのブースターまあまあかなって感じですね。で今回育成こんな感じでやってみました。パス2、ドリブル3、クイックネス10、脚力11、エアバトル4、ディフェンス10ということで、まあディフェンス、クイックネス、脚力中心の育成ですね。これ能力値見ていくとこんな感じで、まあドリブルパス値はねあんまり上げてないんで、ぼちぼちっていう感じではあるんですけれども、パスちはどっちも8で乗っかってきますね。で ヘディングは90で超えてくるということで、まぁ、あ、空中戦強いのはいいポイントですよね。ディフェンス打ちはこんな感じ。まあ結構上げたんですけれども、ディフェンス88、ボールダッシュ85、アグレッシブレス96、し、美意識98ということで、まあ中盤の選手にしてはね、かなりこう高い方ではあるんじゃないかなと思っております。ただこのスピード瞬発だよね、スピードが78ということで、まあこんだけ100力振ってもスピード8 0乗っかってこないんで、まあ中盤でこうギリやれるかなって感じではあるんですけれども、ちょっと個人的に難しいのかなって印象はありますね。きっく 僕は95入ってきて、ジャンプは82、フィジカルコンタクト79、ボディコン72、スタミナ100まで行きますと、逆らしんだ普通、セーダー普通、波は普通ですね。スキル見ていくと、ジクラヘッダーワンババックスピノのマンマーク、インターセプトブロッカー、スライディングタックル、キャプテンシー、闘争心ということで、スキル面はね、悪くないんじゃないかなと思ってます。中盤の選手でこんだけしっかりね、ディフェンス系のスキルを持ってる選手って、あんまり多くないんで、ブロッカー、スライディングタックルとかね、インターセプトマンマーク、これ持ってるのはいいポイントかなと思います。まあ、あとはヘッダーを持っていて、ワンタッチパスを持ってるんで、 欲しいとこころでではあるんですけれどもこのまま使ってあ、げてても十分強いいいいいんじゃないかなかと思まますすいいスキル持ちしてますね、まあ、フレッチャーはね、ちょっと個人的にはスカットには入ってからそうかなって印象がありますね。まあ、スピードは若干ね、現環境では遅いかなって印象がありますし、まあ、ディフェンスで高いんですけれども、まあ、他の選手で代わりは効いちゃうかなって印象ですね。まあ、最近、ハードプレスの選手にあんまりこう登場しなかったかなと思いますので、まあ、ぜひ気になる方はね、獲得してみるのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということで、フレッチャーでした。続いて2人目 はこちらブブライアンロブソンロソですね見ていいいきたいと思います、まあこの選手もね無理に獲得するべき選手ではないのかなと思いますけれども個人的にはワンチャン使えるんじゃないかなと、ね、現在思っております1 7 5センチの東野左引き35レまで上がりますということで CMF の選手ですねポジション適正は CMF のみ DMF と OMF と右下のハーフにポジション適正があります、まあ、OMF とか DMF にねワンチャンポジション適正つけてもいいんじゃないかなと思いますけれどもこのプレースタイル2列目からの飛び出し、まあ、これ個人的に嬉しい いいです、ね、まあデオングとかもそうなんですけど僕このまあ中盤の CMF の選手でこの2列目の選手かなり好きなんで、まあ、そういった意味ではこのプレイスタイルは僕的には嬉しいなと思ってますでブースターはデュエルプラス2ということでディフェンスボールダッシュスピードスタミナのパラメータが上昇しますこのブースターはいいですねはいこれで今回育成こんな感じでやってみましたシュート4パス4ドリブル6クイックネス8 1 6 8エアバトル4ディフェンス12ということでめちゃめちゃバランスよく振りましたね、まあ、クイックネス106ディフェンスねそんな方 もも振振っったんですすけれどもそれどそ以外にもかなりバランスよく振ってますこれで能力値見ていくと、めちゃめちゃバランスいいですね。ドリブル数値も全部85位で、ボールキープは89まで行くんですけれども、パス数値も決定力もね、全部8乗っかってきて、ヘディングも8乗っかってくるということで、もうこの画面のところ全部8乗っかってきますからね。で、ディフェンス数値もこんな感じ。全部82以上と、ブーサーの影響もあって、一応ディフェンセンとボールダッシュが上がってますね。守備意識は88まで上がります。そして、スピード瞬発もこんな感じ。まあ正直ね、スピード瞬発ここがね、 もう少しこう高かったら嬉しかったかなって感じはあるんですけれどもまあ中盤ならギリやれるかやれないかなって感じですかねキックロックも90乗っかってきますしフィジカルコンタクト75ボディコンを82スタミナ95ということでまあ全体的にめちゃめちゃバランスいい数値してるっていう感じですかねまあこうどっかね突出してるわけではないんですけれどもこのバランスの良さは魅力的かなと思います逆発進打通精度は高い波は小さいですねでスキル見ていくとこちらヘッダーコンゴライジングアクロバティックシュートワンシューワンババックスピンバートスピンキックキャプテンシー,トー 送信ということでこの選手に関してはスキルねディフェンス系のスキルを全く持ってないんでやっぱりそこの追加必要かなと思いますその分シュート系とかねパス系のスキル持ってるんですけれどもさすがにディフェンス系のスキルブロッカーワンマークインターセプトサイディングダックル、まあ、そこら辺こうつけてあげたいかなって印象がありますね、まあ、あとスルーパスもつけてあげたいかなただまあアートスピンキックとかねワンタッチパスとかねシュート系のスキルこんだけ持ってるのはいいポイントかなと思います、まあ、この選手はスキル追加若干大変かなと思うんですけれども、まあ、全体的にめちゃくちゃバランスいいですよ ただまあ現在登場している CMF で十分かなと思いますのでまあ、この選手もね無理に獲得しなくていいんじゃないかなと思ってますねはいということでブライアン・ロブソンでした最後3人目はこちらギャレス・ベイルですねご紹介していきたいと思いますいやこの選手は今回の目玉というかマジでこの選手1点ぐらいのね今回ガチャになってるんじゃないかなと思いますけれどもベイルマジで今回は僕強いと思ってます 185cm の左利きで30レーム弾がありますということで今回ポジション適正こちら左 左のハーフ、ウィングとセカンドトップにポジション的性ありますね。左サイドバックとセンターフォワードにも薄い適性があるんで、まあ、ポジティでつけれるかなって感じがあるんですけれども、まあ、左サイドの左利きということで、まあ、普通に強そうっすよね。まあ、チャンスメーカーもしかしたら気になる方いるんじゃないかなと思いますけれども、今回ブースターはクロスプラス2ということで、まあ、エッジクロスがね、付いてきたんで、クロスになっております。フライパス、カーブ、スピード、スタミナのパラメーターが上昇しますね。まあ、このブースター若干微妙っすよね。で、今回育成こんな感じでやってみました。シュート4パス ドリブル中にクイックネスズ8167エアバトル4ということで、まあドリブルにね、しっかりめちゃめちゃ振って、まああとはバランスよく振ったっていくせいですね。これ能力値見ていくと、ドリブル数値は全部90超えてきます。グランダーパス、フライパスが高いのもいいポイントですね。まあ、フライパスに関してはブースの影響もあって、87まで行きます。決定力もね、80乗っかってきて、そしてこのスピード、瞬発ですよ。スピード98、瞬発96ということで、やっぱりこの足の速さは魅力的ですよね。で、キック力もね、92までいって、フィジカルコンタクトも,も。 88までで行くんですよこれ強いよね。で、ボディコンも85、スタミナ86ということで、いや、これはかなり強いんじゃないかなと思ってます。まあ、ドリブルこんだけあって、パスも上手くて、まあ、このスペシュンで、フィジカルコンタクト、キック力もあるんで、まあ、これは使ってみたくなりますよね。そして、逆診断、普通精度は高い、波は小さいとなっております。スキル見ていきましょう。ルーレット、今回、向かう点、シュート、ドロップシュート、ミドルシュート、バックスピンピンポイントクロス、エッチクロス、アートスピンキック、ロングスローということで、今回、このエッジクロスが追加されております。まあ、左利きで、 左サイドの選手でエッジクロス追加はね普通に嬉しいかなって感じがあるんですけれどもまあ若干やっぱりスキル追加は必要かなまあダブルタッチはね必須でほしいかなと思いますしやっぱりワンパスルーパスあとワンタッチシュートとかね追加してあげたりスキルは多いかなと思いますまあ足裏とエラシコつけてワンチャン特殊ダブルタッチもしたいかなって感じはあるんですけれどもまあそんだけねスキル追加できる枠がないかなって感じはありますよねまあこの選手こうスキル追加は大変かなと思いますけれども能力的にもねまあこれは強いかなと思います やっぱり今回エッジクロス持ってるということでまあ、結構欲しい方も多いんじゃないかなと思いますねまあ、左サイド正撃なんですけれどもアートスピンキック持ってるんで切り込んでシュート持ってるかなと思いますし個人的にもベイルは世代なんでめちゃめちゃ欲しいですねまあ今回はこの選手1点狙いの勝ちになってくるんじゃないかなと思いますはいということでベイルでしたということで今回はエピックイングリッシュリーグミッドフィルダーズ徹底解説していったんですけれどもいかがだったでしょうかベイルロブソンフレッチャーということでまあ最初も言ったんですけど僕はこのガチャ基本的にスルーでいいのかなと思って ますベイル1点でのねガチャになってくれるかなと思いますので無ンに行かなくてもいいんじゃないかなと思いますねただまあ、ベイル欲しい方多いかなと思いますのでそういった方は少しでも参考にしてもらえると嬉しいなと思いますはいこんな感じで行くと思うのが毎日投稿してますのでよろしければコメント高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねー